アルミ缶の数を数えてみよう。さあ、ということで今日も無人島猿島に来ています。あ、はい。そしてね、こちらには猿島エコステーションに集まったアルミ缶一袋持ってきました。今日はこのね、袋の中に一体アルミ缶がいくつ入っているのか当てにいきたいと思います。はい、はい、ということで、じゃまずカイリの予想から聞いてみようかな。僕はね、黒が満タンになるほどだから、なるほど、ね、236 刻んできたね。ちょっと俺はね、じゃあなんかこう何層かなってますけど、うん、ここに1回30個ぐらい入ってるから、はい、210ぐらいだと思います。じゃあね、実際に並べて数えてみたいと思います。はい、200はいかないかもしれないけど、100はいきそうだな。アルミ缶、潰す方もいるって言ってましたけど、横須賀の場合はぜひそのまま入れた方がね、リサイクルがしやすいそうですね。ここでピンチです。風が吹いて、せっかく並べたはずの、ちょっと分かんなくなるっていう。3、6、4、並べ終わりました。イエーイ。あー、1時間もかけましたね。1時間もかかってないよ、だいたい15分ぐらい。15分か、ね、あっという間に並べたんですけど、はい、こっちは90個ありました。90個で、貝の方は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12で122個。ということは211個。俺210だったからニアピン。これすげえ。どうやってみて帰り。楽しかった。楽しかった、うん、楽しいのが一番ですけどね。なんとこれがね、今度ね、これを今度加工して資源にして新しい船のオブジェを作るんだよ、帰り。そうなの。そうだから、猿島に来た時はぜひね、これをね、しっかりとリサイクルしてアルミ缶の方に捨ててもらって、みんなでいいオブジェ作ろうね。はい、はい、ということで以上、アルミ缶の数数えてみたでした。拍手。バイバーイ。バイバイ、また見てね。はい、じゃあね、このね、缶をね、せっかくだから分別してみましょう、ラスト。おー、分別、はい、ね、これ見ればわかるけど、アルミ缶とスチール缶で2つ缶はあるんだよね。これどっちかがアルミ缶、どっちかがスチール缶なんだけど、はい、じゃあどうやって見分ければいいかっていうと、このね、磁石を使うんです。じゃあやってみてください。で、まずアルミ缶、あれ、つきません、つかない。次、じゃあスチール缶、ついた、つきました。ということでね、磁石がつく方はスチール缶なので、皆さん間違えずに分別してください。じゃあ捨ててみよう。まずこれはアルミ缶、アルミ缶、はい、そしてスチール缶、はい、皆さんもぜひやってみてください。では、バイバイ。バイバイ。